どうも、マゲです。今回はマキタの LED ワークライト、こちらを見ていきたいと思います。では早速開けてみましょう。開けた感じは結構軽いですね。この後バッテリーがついてどれぐらい重たいかも気になるところで、こういった形ですね。ここに USB が挿せるところもあります。で、スイッチが USB のがオンオフ、こちらで電気はここですね。ここでオンオフがあるようです。バッテリーをつけたいと思います。この状態でサイズを測ってみたいと思います。バッテリー入れて36センチ、こちらの幅がほぼバッテリーのサイズ一緒ですけど 11.5センチ、 こっち側が幅が8センチになりますね。この握るところが、そうですね、男の人にはちょうどですかね、5センチ、 3.5 センチといったところですかね。14センチ、14センチですね。ここがこの長さも見ると、10.5 センチといったところですかね。それとここに引っ掛けるのがあるんですけど、このサイズが内径で 4.7 センチぐらいですかね。結構何でも引っ掛けられるかといった形ですね。サイズ的にはちょっと大きいかなとも思います。あとは重さも測ってみましょう。まずはバッテリー付きの状態で測ってみます。 1.09kg ですね。で、バッテリーを外した状態は 0.42kg ですね。で、電気を消して見たいと思います。はい、消します。はい、全灯。ちなみにこの部屋は9畳です。全灯だと本当明るいですね。で、半灯でも全然十分ですね。むしろこちらの方は反対側眩しくないので、明かりを壁に当てて、その反射で部屋を明るくするのがいいかなと思います。で、一灯ですね。普通に使うのは一灯で十分ですね。本を読むのはきついかな。ご飯を食べるのは大丈夫ですね。今回 6.0 を使ってるんですけども、全灯で14時間、半灯で28時間、一灯で43時間になるようです。と考えると、43時間この一灯でこう壁に光を当てて間接照明的に使うのが一番使えるなと思います。むしろ全灯は眩しすぎですね。一灯で十分ぐらいです。それでは外へ行ってみます。これが一灯の状態ですね。普通の懐中電灯として使うのがありですね。全灯だと引っ掛けるところを持ちながら歩くと、ランタンのような形で、かなり広範囲で広いので、夜の作業ですね、そういうのもいいかもしれません。はい、車にやってきました。それでは早速全灯をつけてみたいと思います。おお、眩しい。こんな感じですね。で、引っ掛けるのがあるので、こういったところに引っ掛ければいいかなと。やっぱ全灯は眩しいですね。これやっぱ半分、これで端寄せがいいですかね。
本も読めるぐらいの明るさだと思います。で、部屋で使った感じと一緒かな。そうですね、ゆっくりするにはこの一灯だけで十分ですね。やっぱちょっと料理とかそういうのを考えるのであれば、半分にして明かりを外向きにして反射させて使うのが一番かな。全灯使うのはちょっともったいないかなと思います。あと他にもこう引っ掛けるリングがあるので、これ紐を吊るせばこういった感じもいけますかね。この案外真ん中にあると絶対頭ぶつけるんですよね。だからやっぱ端で反射させて使うのがいいかなって感じかな。動画は以上になります。今回の動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。